女子バドミントンの奥原希望29イコール太陽ホールディングスが14日までに自身のインスタグラムを更新実家のある長野大町市でイベントに参加した様子を投稿した現在は左ふくらはぎ肉離れから復帰に向けて調整中だ実家の奥原蜜蜂園のコンテナハウスに同郷の鉄拳さんがペイントをしてくれて完成しましたと報告 イベントでは参加していただいた方も実際に色を塗ってもらい、たくさんの方の支えがありこんなに素敵なコンテナができました4面すべてに素敵な絵が描かれています。イベントはワークショップということで、ペイントと蜂蜜絞り体験や蜂蜜ができるまでの過程を知ってもらったり試食会等、盛りだくさんでした。参加者皆さん笑顔に溢れた素敵な時間になりました。最近は怪我などに苦しんできたが、 ベージュのつなぎを着た奥原自身にも笑顔が溢れた。また、大町市の PR イベントにも参加した様子も投稿。地元の最寄り駅に着いた時に、たくさんの観光客の方がいてとても驚きました。この時期はピークの時間帯で1時間に500人ほどのお客さんが黒部ダムを行き来しているそうです。私も小さい頃におばあちゃんと行った以来なので、またゆっくり観光しに行きたいと思いました。 と地元愛に溢れていた。ファンやフォロワーからも、笑顔がとっても可愛いね。カラフルで、楽しい、奥原蜜蜂園のハウス。つなぎ似合いすぎです。などのコメントが寄せられた。